中野島地下街は、大阪市北区中野島の朝日新聞大阪本社と、大阪市営地下鉄広橋駅、京阪電気鉄道渡辺橋駅を結ぶ地下街のことである。2012年に中野島フェスティバルタワー東島内の商業施設、フェスティバルプラザの一部として、リニューアルオープンした。リニューアルオープン後も、中野島地下街という呼び方もされる。 渡辺橋駅の駅の価地下街、源を直結している。1965年に、朝日ビルディングによって竣工。朝日新聞ビル、大阪朝日ビルと新朝日ビルディングを結ぶ構造になっていた。中野島フェスティバルタワー東等の建設工事に、伴い2008年3月までに、旧店舗が全館閉店した。ただしこの時点では、通り抜けは可能であり。 同年10月に渡辺橋駅が開業すると、日後橋駅と渡辺橋駅をつなぐ連絡通路として、機能するようになった。2009年2月に、地下街と連絡通路は閉鎖されたが、東東の完成、竣工直前の2012年11月1日に、日後橋駅と渡辺橋駅の連絡通路が、再び通行可能になった。28日には、商業施設、 フェスティバルプラザの一部としてリニューアルされた地下街の新店舗が営業を開始した。地下街と日後橋駅をつなぐ日後橋駅4号で入り口はバリアフリー化工事のため2015年5月3日から2017年4月末まで閉鎖され、工事期間中は日後橋駅に行くには一旦地上に出る必要があった。ありがとうございます。